斉藤知事の疑惑を告発した文書をめぐる一連の問題で、今日の県議会で知事の不信任決議案が全会一致で可決されました。午前11時に始まった9月議会、新たな事業に向けた補正予算案の審議とともに大きく注目されたのが斉藤知事の不信任決議案です。県の元西播磨県民局長が文書で告発した知事によるパワハラや贈答品の要求などの疑惑、一連の対応をめぐり県議会の86人全員が知事に辞職を求めていましたが、今日までに辞職しなかったことから県議会のすべての会派と無所属議員が共同で知事の不信任決議案を提出しました。来年度予算は新たに県民の信任を得た知事の下で編成されるべきであります。よって斉藤知事にその要職を任せることはできません。その後投票の結果、白票86票、正票0票、よって斉藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議案は可決されました。全会一致で可決されました。議会終了後、知事は、これは大変重い議会側の選択です。で、一方で私にとってもやっぱり重い状況を、まあ、ある意味こう示されたということになってますので、やはりしっかりと考えるということが大事だと思います。自分自身の思い、そして兵庫県にとってどういうことがこれから大事かということですね、まあ、これはそういったことも考えながら、まあ、自分自身の心の中と問いながらですね、まあ、考えていきたいと。可決を受け、知事は10日以内に失職、もしくは議会の解散、どちらかの選択を迫られます。